はい、こんにちは、ともチャンネルです。本日、ウェブストア、Chrome のウェブストアに来ています。で、Chromebook でね、アプリを検索するにはね、このウェブストア、Chrome ウェブストアってのを使わないとできないんですけども、まあ、これでね、私はスクリーンショット、画面のキャプチャーなども Chromebook でもやってます。この Chromebook 自体のね、画面キャプチャーは、私はこの今出ているこのスクリーンキャスティフィ読めないっていうのでやってます。これね、スクリーンビデオレコーダー、これで検索しても多分出てくるんじゃないかな、スクリーンビデオレコーダーね。で、使い方はものすごい簡単なんですよ、これ。ウェブ、これアプリではなくて拡張機能でね、使えるやつなんですね。でも私の場合はダウンロードしてここにあります。拡張機能に追加すると、ここのところにね、拡張機能の追加の部分がね、全部アイコンで出てきますので、これを普通にタップしてやります。で、今もう録画していますので、まあ止まるとかね、そういうものになってしまいますけれども、ここを押すと、録画しますか?はい、いいえのね、そんな感じのやつが出てきてね、デスクトップ、そしてね、カメラの方で、ウェブカメラっていう感じでね、選択することができましたので、デスクトップというものを使ってね、録画することができます。あと、両方使って、右下の方だったかな、左下の方だったかな、自分の顔、まあ、多分、確か自分で選べるんじゃなかったかな、場所は。ウェブカメラの方で自撮りをしながら、画面のキャプチャーをして、それをね、一つの動画にするっていうのもできます。だからね、これ、ちょっとこのアプリはね、すごい使いやすいので、私使っております。ただ、難点といえば、まあ、10分以上の動画が、保存できないというぐらいなもんで、私の場合はね、そんなに長さを、まあ、追い求めて、長い動画を作ることもないので、まあ、これで十分です。あとはね、解像度の話になりますけども、基本的にこの画像というかね、Chromebook の画面の大きさに多分、よるんじゃないかなと思います。私の今使っている Chromebook は、HD、まあ、要するに、フル HD ではない、1280×700 いくつかな?まあ、そんなような、ちょっと正確な数字覚えてないですけど、そんな感じの解像度になるはずです。まあ、要するに普通に HD 画質ですね。だけど、まあ、それで十分、取れますので、まあそれで、まあ今見てもらってるこの画面は、Chromebook のそのキャプチャーした動画になってます。ちょっとね、この辺はやりにくいんですけど、このキャプチャーのアプリを使えば、今インターネットでね、検索することも全部このデスクトップの画面をね、そのまま録画していますので、簡単に録画すること、そしてね、音声の方も選べます。入れるかどうかをね。だから動画の素材を作るためには、こういったものを使って、動画を撮っていくことも Chromebook ではできますし、で、Chromebook のね、アプリではね、物足りない動画編集ができないというのであれば、今出ている Chromebook なら、Android アプリが使えますので、まあ、そっちでね、動画編集、まあ、使えるものがあれば使っていけばいいんじゃないかなと思います。確かね、Power Director が、Android アプリのやつがね、Chromebook に対応しているはずなので、そっちでね、動画編集できると思いました。まあ、その辺私もちょっと使ってみたいので、もしかしたら今使っているこのね、ヒューレットパッカード11インチ、G4 かな。これね、Android アプリ使えないんですよ。で、今、最近去年ぐらいかな、Linux のソフトも使えるようになったんだけど、それももちろん使えませんので、要するにそのまんまの Chromebook です。だからこの Chromebook をちょっともう少し拡張したいなと思えば新しいのを買うしかないんですけども、今現状私はそれでね、この現状で満足しておりますので、まあ使ってみたいなレベルの感じです。もしかしたら使ってすんごい使い心地よくてね、もうこれがなきゃ手はな、もう他のものは必要ないっていうぐらいになるかもしれないんですけども、まあとりあえず今のところ、CG の方も私やっていますので、そういったことはないのでね、モバイル用途で一番お手軽に使えるのはこの Chromebook かなという感じです。はい、ということでこの動画がね、よかったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。